はい、どうも、ふめだよです。今回ですけども、普段使わないシリーズやっていきたいと思います。普段ね、ガストンジェダイ、アナキン、まあ、この辺を使ってるんですけども、それ以外のツムを使って、遊んでいくというところで、まあ、ちょっと三が日のあのシリーズとちょっと似てるんですけども、まあ、今回この紹介するツムは、まあ、間違いなく三が日には復活しないかなというところで、まあ、なんなら12月、来月ですね、復活すると思われる、まあ、共通がいるんですけども、まあ、そちらをね、使っていくんですが、何のツムかというと、スクルージさん。はい、こちらね、お強いです。15体で確かスキルマックスが作れてですね、おすすめです。はい。まあでもハムが登場してしまってるので、ハム持ってればもうこのツムは用なしになってしまうんですけども、まあまあちょっとね、やっていきたいと思います。あー、ぶねー、ジャイロついてた。とりあえず繰り越し最強。OK。1000枚ぐらいはいけるかなという感じです。どう？ギリギリ6000ぐらいかな。あー、やばい、やっちまってる。オッケー、ギリ足りてる。で、次はリバインに使うと。いいですね。お強いですね。待ちましょうか。まあ、6000枚はいけるかなと思うけど、これさ、調整しても多分フィーバインできないんで、もう使っていけたかな。あ、いけたっぽいな今。無理かなと思って使っちゃったけど、調整すればいけたっぽいな。したら6500ぐらい見えたかな。まあまあまあ、こんな感じでお強いんですよ。まあ、ちょっとジャイロがめんどくさいっていうのはあるけど、はい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 。まあやはりね、いい感じですね。ガジェットがおります。ガジェットよりかは、まあ、間違いなく強いかなと。どう？さっきよりきついんじゃない？さっきよりきつそう。とりあえずフィーバーイン。よし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 。タイムボムさっきから一個も出てないね。キューチェーンそんななぞれてないからあれだけど、いや今の繰り越ししたかったな。おい、あ、マジか、あ、マジか、あー、マジか、1個足りねえのかよ。それは聞いてね。いや、この辺なんですよね。スキル発動数が微妙に確か15とかなんですよね。ここがまだいまいち把握できてなくて、
溜まったと思ってなぞるのをやめちゃうみたいな、それがね結構ありそう、まあ、自分の場合だけどね。いやマジか、ちょっとやらかしましたけど。まあまあまあちょっとやらかしたけど、まあ5300万円か。まあ、今回の2プレイ平均だと5700枚とかそれぐらいになるのかなと思います。はい、2倍やないかいってな感じで、皆さんもね、まあこれねピックアップガチャで来月おそらく出ると思うんで、ぜひね使ってみてください。そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではバイ。深い笑みに包まれ、くじけそうでも今日